10分間一本勝負を行います。屈強な新日本プロレスラーが激辛グルメに挑む。参った、ノー参ったノークイッツ、ほら一体どんな戦いが繰り広げられるのか。頑張れプロレスラー対激辛グルメ7番勝負よよ。ルールをご説明します。辛さがレベル1からレベル7までの激辛グルメをご用意しております。私を含みます4人で1人1品ずつ試食して食リポをします。あまりの辛さに箸が止まってしまったら私三谷レフェリーが3カウントします。3カウントを数えられてしまったら激辛グルメの勝利。しかし3カウント以内に食べ進めることができたら試合は続行。いやもういいっすよ勝ちで。別に勝ちたくないっていうところが。そんなの始める前から言わないでください。やる前から負けること考えるバカいるか。そうだ、やろう。ということで早速始めましょう。新日本プロレスラー VS 激辛グルメオープニングマッチ。こちらは旨辛ダイニング赤い壺のレッドポットチキン&スパイシーポテトフライ激辛。うまくて辛いをテーマに世界中から集めた唐辛子を使った激辛グルメが味わえる人気店です。対戦カードは9時で決定。ちゃんとやってるそれ。はい、では辛さレベル1を食べるのはのばんさん。それでは参りましょう。第1試合10分一本勝負を行います。レッドポットチキン&スパイシーポテトフライ激辛 VS ヒールマスター金丸由伸。食べていいですか。いただきます。いただきます。しっかり食リポしてくださいね。これポテトからいった。うまそう。いいなぁ。うまい。いいなぁ。これ全然子供も食えんじゃないかな。へぇ、お酒好きだとやっぱいいですか。うん、ちょうどいい。めちゃくちゃ美味しそうだもん。結構肉厚な。うわぁ、これそう、肉厚。私が言ったことを言い繰り返してるだけ。辛さ的にはどうで、どんな辛さですか。ピリピリもしないですか。ピぐらいだ。ピぐらい。わかるのかな。なんかわかんねえような気がするな、これ。ピリもいかないんだ。じゃあこれはもうのぼうちさん勝ちていいですか。圧勝でいいんじゃない。はい、ということで秒殺。うまはい、こちらの勝負は金丸由伸の勝利です。さすが新日本プロレスラー VS 激辛グルメ第2試合。さあでは2品目に参ります。2品目は辛さレベル2の激辛グルメです。麺屋やっとこさんの究極のブラック餃子辛口、特製スパイスとラー油のしびれる辛さを堪能できる旨辛餃子だということです。この料理を試食するのは私が出ろ。私の名前大地選手。まあまあまあ、よかった。まだよかった。うわー、やってんな。いや、これ大丈夫だよ。これでレベル 2？ それでは参りましょう。第2試合10分一本勝負を行います。究極のブラック餃子辛口対愛を捨てた聖帝大地。実食。大好きだね。いい色だね。こうね、皮もちっと色がすごいな。上手なのかな。辛さどうですか。あ、うまい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 。どういう辛さですか。ちょっと、いやでもとてもまだ美味しくいただける。もうちょっとね、辛さ抑えたらめちゃくちゃ美味しい。これ辛さはどんな感じですか。いや辛いって。箸置きましたね。そうだ、いいでしょ。これカウントしますよ、いいですか。おお
熱波って あ置いちゃったまたカウントカウントカウント食べさせてカウントしましょう。ワン、ツー、うんうん、取るだけで口に入れてないもん。じゃあこれ取るだけでいいんだったら熱波っちゃってこれおお。見てこれがよ、やだな。あと1個、あと1個。ヒョン吉、大変なことになってるよ。ヒョン吉なんだ。頑張って、応援してあげて。頑張れ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 。どうしたらいいのこれ。おおおお、ラスト。よし。おおおおおお。試合時間5分、大輝選手の勝利です。やりましたよ。さあ、死闘を繰り広げました大輝選手。怖いなこれ。今いかがですか、お気持ちは。一日一番やることやったりっす。毎日、まあ、稽古稽古だと思ってます。あれお相撲じゃねえか。なんでお相撲さんなんだよ。新日本プロレスラー VS 激辛グルメ第3試合。アムリタ食堂の激辛ガパオ丼超辛。うわです、ね、よかった。そっちは唐辛子のやつ。タイ最強の青唐辛子プリッキーヌが入っており、辛さが際立つひき肉炒めがライスとの相性が抜群だということです。うわ、こちらをまた9時で決めたいと思います。死んでしまう連続。こちらでいきます。ノブおじさん。えイエーイ。いや、でもいいんじゃない、だってあれ一発目あんなの、だってお菓子みたいなもんだもん。せーの。ということで、第3試合は金丸選手と三谷アナに決定。俺ちょっとやばいと思うけどな。じゃあちょっと私の代わりにレフェリーをお願いしたいんですけど、どうなったか。伝説のレフェリー俺一人知ってんだ。どれですか。大地。お、じゃあお願いします。大地選手、今回くじ引きでのぼうじさんも出たということで、さっきのレベル1はまあレベル0だったということなんで、まあ、確かに今回は私も一緒に戦いたいというふうに思います。代わりに太一選手にレフェリーをお願いします。ほいっそ、ほいっそ、ほいっそ、パパ誰やってるんだよ。誰誰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 和田恭平レフェリーです。和田さんというレフェリーのモノマネなんですね。いいかやれっつって常に怒ってる。それでは参りましょう。第3試合、10分間一本勝負を行います。激辛ガパオ丼超辛 VS のぶおじさんと私三谷です。10分間一本勝負を行います。いただきます。これすごい、もうだってやばいよこれ。形見えるぐらいのほら唐辛子が。いやもうこれ青唐と唐辛子。よし、いただきます。私でも結構タイ料理大好きで、あ、しかもこれちゃんとジャスミンライスだし。いただきます。いただきます。うわ、うん、おいしい。ま、見ててよだれ出る、すごい。めちゃくちゃおいしい。うまね、うん、あ、ビリビリ、うん、はい。鼻にきた。あ、始まった。まいった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 ノーまいったノークイッツ、ほらフッキュー。これ正直もだえるほどの辛さじゃなくないですか。これ普通に店で、うん、全然美味しい。乗る必要なかったじゃん、これじゃん。せっかくなんで店場作りましょうか。あ、あ、はい、まいちゃん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 、食えてほら。デスクさんがめちゃくちゃつぼっちゃった。まいちゃん、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 まいちゃん。おー、あ、飛んだ。おー、
全然こっち見てないぞ。やりたいだけだよ。あ、辛い。あ、辛くなってきました。これ、うん、だんだん、うん、後から来るね。でも、めっちゃ美味しいです。ねぐり、疲れて。参ってこい、参ってこい。参ってこい、参ってこい。参った、参った。あ、見たことある。参った、参った。やるやるやる。やるやるやる。やるやる。ギブアップかって言って、長々聞こえた時に、もう覗き込む。参ってこい、参ったって。顔こんなんなんですよ。参ったこい、参った。参った。で、たまにこう、なんか、自動車の修理工場みたいな。そうそう、そうそう。マジ、行きやがった。これはうまいですよ。お、視聴者、三谷とのぼじさん、イエーイ。正直この辛さは全然耐えられる辛さでしたね。ちょうどいい。新日本プロレスラー VS 激辛グルメ第4試合。さあ続いて辛さレベル4の激辛グルメ、陳家私菜元祖頂点麻婆豆腐激辛を食べていただきます。唐辛子の王様頂点ガイラージャオといういわゆる唐辛子ですね、や長年発酵させた豆板醤など最高級の香辛料や調味料で作られた大人気の麻婆豆腐だということです。さあこちらはもう決まっております。何も食べていないデスペさんに食べていただきます。食べてないって9時じゃん。9時でそんな言い方ないじゃな い, い, い、ね、さあということで今対戦相手がデスペさんの前にやってきました。お、美味しそうだね。見せてちょっと見よう、うん、香りが。それでは参りましょう。第4試合10分間一本勝負を行います。元祖頂点麻婆豆腐激辛対ならず者ルチャドールエルデスペラード。では行きますよ。スタート。いや香りはすっごい美味しそう。おお。味は。はい。それはですね、あの食べてからちょっと聞いてもらっていいですか。いただきます。あ、色はね、赤い。お、結構大きく一口。どうでしょう。あ、うまい。うまい。え、全然うまい。これ？ほらもう。辛さもそんなに。いや後から食うんじゃないの。いやこれ。あーそっか、うん、あ来た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 。あーそっか。いや痛えなこれ。痛い。麻婆豆腐って肉食べてる感覚なはずなんですけど、噛んでんのが全部唐辛子なんですよね。ジャリ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 口の中に入れてて、それは相当辛いやつだ。いやでも怖いのが食べてる時そんな辛くねえ。へー。後から腹がめっちゃ熱い。へー。おー、なんかデスプさん食リポ上達した気がします。悪いですけど、これ全然大丈夫。和田恭平、恭平恭平出なかった。恭平の出番なし。三谷恭平出なかった。三谷恭平やりたかった。悪いよ、バカにしてる。怒られるよ。別の会社だと。あ、行きました。おえ、ただいまの勝負3分23秒エルデスペラード選手の勝利です。素晴らしい。美味しかった。さあ死闘を繰り広げたというか、まあ楽勝だったと思いますけれども、デスペラード選手戦ってみていかがでしたか。まあでも本当はご飯欲しいですね。あ、お米欲しくなる。お米ね、うん、がっぱりかけて食べたい。さあということで4品目まで挑戦しましたが全員勝利ということで、やっぱ強さを表したなという結果になりましたが、食べてみていかがでしたか。ちょっと太一選手苦戦してたかな。いや苦戦というか俺違うとこで動きすぎて汗が止まらない。あ、辛さじゃなくて和田レフェリーが出ちゃいましたから。次回はタッグ戦、元 IWGP ジュニアタッグチャンピオン金丸デスペラード組が激辛カレーに挑む。あれあおお入ったんだよレフェリー今。スリーだよレフェリー。そして伝説のタッグデンジャラスフェアリーズが再結成。ほらよ、うわー、はい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 、この様子は9月23日配信。
激辛グルメ祭りは10月3日まで。出店スケジュールは公式ホームページをチェック。